フィリップ・ジェームズ・セルウェイは、イギリス・オックスフォードシャ出身のミュージシャン。ロックバンド、レディオヘッドのドラマーとして知られる。他にドラムマシンや、パーカッションなどのリズム楽器全般も扱う。アビンドンスクール時代、エド・オブ・ライエンの勧誘で、トム・ヨーク、エド、コリンのバンドに、ドラマーとして加入する。その後は、同メンバーたちと音楽活動を続けている。 レディオヘッドのメンバーの中では最も年上。アコースティックギターも所持しており、ギタープレイ、歌唱ともになかなかの腕前と同バンドのコリン・グリーンウッドも称賛している。あまり知られていないが、レディオヘッドのライブにおいてフィルはエドと共にバックコーラスを務めることもある。2010年にアルバムファミリアルでソロデビューを果たす。ドラマーとしてよりもシンガーソングライターとしてのフィルを、 押し出した内容となった。レディオヘッドメンバーのソロワークとしては、トム、ジョニーに続くものになる。2014年にもセカンドソロアルバム、ウェザーハウスをリリースした。スキンヘッドがトレードマーク。若い頃は完全なスキンヘッドではなかったが、それでもメジャー活動後は、ほぼそれに近い髪型をしていた。物静かで、自他共に認める温厚な性格である。ただ、トムによれば、怒らせると、 手に負えないらしい。現在のリバプールジョンムーは大学卒業。トムラが大学を卒業するまで、年上のフィルは一時期出版社に正社員として勤めていたことがある。全体的に、ドラムセットのチューニングは高く、それによって線の細いイメージのドラムスタイルを試行している。ミキシングでもそれほどドラムは全面に出ていない。プロデューサーのナイジェル・ゴトリッチも、 そのようなドラムサウンドの思考が強いことで知られているが、ナイジェルの関わりがない極初期から、そのようなドラムスタイルは形成されている。フィル自身は、ザベンズのハイドライのような雰囲気のある、ドラムサウンドが最高としている。ライブでは、ベーシストのコリンとアイコンタクトしつつ、リズムを刻む。また白のジャケットスーツを着ていることが多い。ケイトという名の女性と結婚。レオ、ジェイミー。 カトリックの三人の息子がいる。2006年の6月にフィルの母親が亡くなり、アムステルダムでのコンサートが急遽キャンセルされ、8月に振り替えのコンサートが行われた。ありがとうございます。